はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、ジャスタメイです。はい、ということでですね、ちょっと今こちらをスイッチ入れます。はい、今日はですね、食べ物実況第多分7弾ぐらい多分7弾はい、ということでですね、あの近くのスーパーですね、こんなの売ってました。はい、出ました、僕の顔が死んでなんちゃって。はい、ということでですね、こちらの札幌丸山ズーですね、動物園の、はい、こちら札幌丸山動物園ラーメン醤油っていう、はい、こちらあの熊さんの顔をしたあのラーメンですね。はい、通称これあの何だっけ、白熊ラーメンらしいんですけど、まあパッケージピンク色なんですけど、ね、一応白熊ラーメンということで、はい、でですね、で今回使う道具はまず鍋ですね。火がボーボーボーとなってもうすぐ沸くかな。はい、そしてこちら丼、はい、出た丼、はい、もう顔がこうやって入っちゃう。ほんま。はい、ということで早速作っていきたいと思います。はい、できました、ラーメンできました。こちらですね、今作ってたの白くまラーメンですね。はい、できました。一応お見せしますか、これ見えるかな、あまり偏らせるとあのダメですね。はい、ですね、麺はですね、なんか細麺ですね、醤油ラーメンなんで、まあ醤油味ということで、はい、ですね、まあすいません、あの作ってる方はちょっとあの一発勝負だったんで、ちょっとあの失敗してしまって、あのもうすぐ食べる編に入っちゃったんですけども、そこはちょっとお許しください、すいませんでした。それでは早速食べてみたいと思います。美味しそうですねこれね、細麺か、細麺もまたあのいいですね。ではいただきます。うまい。ちょっと麺硬すぎたかな。早くね。美味しいですわこれ。最近本当あのこれ一応インスタントラーメンなのか、インスタントラーメンってなんかもうすごい味がもう美味しいですね。まあ昔から僕は結構あのあれだったんですけども、はい、2杯目です。あ、これは美味しいですね。もしよろしかったらぜひこちらお試しに食べてみてください。美味しいです。はい。僕ねあのね酢ラーメンなんですよ。何も入れてないですよね、具をね。メンマとかチャーシューとか入れたらやっぱり美味しくなりますね。もう酢ラーメンで勝負してる男なんで、はい、勝負、勝負です。はい、ということで以上食べ物実況第7弾でした。7弾かどうかは分かんないですけど、多分7回目だろうっていうぐらいで7弾でした。はい、すいません。それではまた、ジャスミでした。また来週、来週、うん、また来週。続き。